一つの結果に到達するまでの過程を人は物語や人生と呼ぶ。さまざまな出会いがあり、別れがあり、事件があり、選択があり、そして未来の可能性の中を進み、一つの結果へ到達する。この世界というのは、運命というのは、そういうふうにできている。運命は変わらないから運命なんだ。どんなに理不尽でも。これまで生きてきた人生の中で起きたこと、そのすべては何らかの過程の結果なのだ。その途中で失われた可能性のことなんて私は考えたことがなかった。たらればかもしれないに思いを馳せるほど壮絶な人生ではなかったのだ。物語は人生はたった一つだと思い込んでいた。私の名前はシシマイリンカ。都内でそこそこ有名な女子校、私立アメチャ女子大学附属高校の2年だ。トップ校に入った優等生からほとんど学校に来ない問題児までいろいろな人がいた学生時代とは打って変わり、中学時代とは打って変わり、ここではおとなしいお嬢様ばかりだ。そんな中、周囲から不良のレッテルを貼られていた。理由の一つが、そしてそれが最も大きいのだけど、黒に金色のメッシュが入った紙にあった。地毛なのだから、校則や偏見でとやかく言われることもないのだけれど、どうやら、小学校からずっと女子校のお嬢様たちにはアバンギャルドに過ぎるらしい。服装や容姿に関する校則が緩いからこそ私はアメチャを選んだのに、実態は暗黙のルールだか伝統だかが染みついているから校則の規定がないというだけであった。入学したての頃こそ校則違反ではないのに見た目だけで不良扱いされることに腹を立てたが、3ヶ月も経たずに気にならなくなった。私には私の世界があるように、彼女たちには彼女たちの世界があることが分かったからだ。私が彼女たちの価値観を理解できないように、彼女たちもまた私の価値観を理解することはない。実のところ、これまでの私はそんな風に理解できるものだけを理解して生きていくのだと割り切っていた。だが、ある時を境に運命の歯車が大きく動き出すことになった。それはゴールデンウィーク直前のある日からだった。見て、駅の時計止まっちゃってる。故障かな。改札口を抜けた先にあるアナログ時計に目をやって、私はナオミに話しかけた。本当だ。リンカ先輩、よく気づきましたね。駅の時計が止まってるなんて珍しいのに。だよね。あ、ごめん。ナオミの話遮っちゃったよね。何の話だっけ。あれですよ、あれ。私も忘れちゃいました。
はにかみながら答えたのは、一つ年下の羊直美だ。後輩といっても部活や委員会で知り合ったわけではなく、ちょっとした偶然で私たちは先輩後輩の関係になった。私は上下関係とか気にしないから友達って感じだけど、直美と、私は二人で家へ向かう途中であった。いつものように駅の改札を抜けホームへと向かっている。ちょっと。小さな悲鳴を上げた直後、直美は何もないところで転びそうになり、体が傾いた。私は直美の手を掴んで、体を支える。私の方が小さいのでちょっと引っ張られたが、直美もすぐ自分で体勢を整えていた。すみません。別に謝ることじゃないよ。ありがとうございます。それもなんか大げさ。直美はいつもどこかおどおどしていて、そのせいで注意力散漫なのかわからないが、よく転ぶ。小動物みたいで、どちらかというと守ってあげたくなるタイプだと思う。それで、その…ん?どうしたの?ナオミを支えた時からずっと手を握ったままでいたみたいだ。あ、ごめん、痛かった?いえ、全然痛くはないですけど。ナオミはうつむいたままそう答えた。自覚はなかったが、ちょっと強く握りすぎたかもしれないと思い、私は恐る恐る手を離した。ナオミは転んだ時にずれたメガネの位置を両手で直すと、慌てた調子でホームの方を指さした。1分前の繰り返しになるが、こういう時は大体転んだ。もう落ち着かないから。ナオミが歩き出したのと同時に通りかかった人にぶつかってしまう。しかも今度はぶつかった相手と一緒に転んでしまった。すみません。ごめんなさい、私の後輩が。私は起き上がろうとするナオミたちの方へ近づいた。ナオミにぶつかられた相手はナオミよりも年下の少女に見えた。背丈は私とそう変わらないが、顔つきがもう少し幼かった。ナオミも大きな目のせいで高校生ではなく中学生に間違われがちだが、それよりも明らかに幼い。あん?あの、大丈夫かな?声をかけた時、少女と目があった。目は薄い色をしていた。帽子で隠していたが、見れば髪も特徴的で綺麗な白髪だ。正面からしっかり見ると、幼いながらもそのはっきりした目鼻立ちが際立った。おそらく日本人ではないのだろうということは、髪の色も地毛かもしれない。ナオミと異なり、少女は背中から転んでいた。ぶつかられたのだが、転んだ時に素早く身を反転させ、背負っていたリュックを抱えて守っていたようだ。随分大きな荷物だ。
おそらく旅行者だろう。カバンの中にカメラなどの壊れやすいものが入っているために荷物をかばったのかもしれない。一人でいるということは家族で日本に来てはぐれてしまったのだろうか。リュックには鍵の形をしたキーホルダーがついていた。長女はすぐにスクッと立ち上がって自分のかばった荷物を抱えたままこちらを睨むように見つめていた。ナオミ、ほら、ちゃんと謝らないと。ナオミは慌てていたのもあり、立ち上がるのに手間取っていたようで、結局私の手を借りて体勢を整えた。落ち着きなって、長女はナオミが一通り言い終えて頭を下げるのを見ていたが言葉は発しなかった。何やら訴えたいようだったが彼女は黙ったままだった。そして結局私たちの謝罪が通じたのかどうかわからないままホームの方へと早足で去っていった。長女は一度だけ振り返ったが、ナオミではなく私と目が合ったようだ。人混みの中に紛れてもしばらくはその容姿のおかげで目立っていた。同じように私の髪も目立つから見つけやすかったのかもしれない。親の元へ向かったのか、それともまさかあの年にもかかわらず一人で日本に来たのかなど何もわからないままであった。あの、ごめんなさい。私に謝っても仕方ないって。ま、あの子にもちゃんと謝ったし怪我もしてないみたいだから大丈夫じゃないかな。とはいえ気をつけなね。ナオミはいつも焦りすぎなんだから。はい、石橋を叩いて壊すくらいに慎重に歩きます。それ意識しすぎて絶対転ぶパターンだから。あの子見えなくなった。さっきの男の子どうかしたんですか？まさか本当は怪我してたとか。男の子、女にしか見えんかったけどな。男の子？いや、女の子じゃなかった？あれ？でも綺麗な顔立ちだったから女の子って言われても納得です。私、また失礼なことを。話が落ち着いたところで電車の到着する音が聞こえてきた。ナオミも気づいたようで、二人の足は自然とホームを向く。私たちも行こうか。今度は転ばないでね。はい。それ以降は特にぶつかった彼女もしくは彼のことを気にかけることはなく、私たちは新宿方面の電車に乗った。私たちが乗り込んだのは大塚駅、そこから環状線で数駅の新宿で乗り換えて地下鉄で2駅のところに私の家はある。時刻は午後5時頃。帰宅ラッシュと重なるせいで環状線は大混雑だ。ナオミと私はほぼ密着状態で電車に揺られていた。ごめんな
私が遅くなっちゃったから、ラッシュに巻き込まれちゃって。いや、ナオミが謝ることじゃないし、私だって慣れっこだから気にしなくていいよ。すみません。って、あれ、そこにあるのって。人混みの中に見覚えのあるリュックサックを見つけた。リュック自体はよくある形なので、正確には鍵のモチーフのキーホルダーに見覚えがあった。案の定、さっきのこの姿もそこにあった。大きなリュックを体の前に抱えて、車両の真ん中でうつむいていた。釣り革に手は届かなそうだったが、人に挟まれているせいで転ぶこともなさそうだ。同じ車両だったんだ。え、どうしたんですか？あれ、あの子、リュック開いちゃってるな。何やこれ。満員電車で揉まれているうちにリュックのチャックが開いてしまったのだろう。チャックじゃなくね？このリュックチャック式じゃなくね？それどころじゃないのか、あの子は気づいていないようだった。周りの乗客もその子のリュックのことなんて興味がなさそうだった。視界にすら入っていないのだろう。新聞を読んだり、中吊りを見たりして時間を潰している。一番多いのはスマートフォンではあるけれど、そんな満員電車の中で新聞読む猛者なんておるんだ。すごいな。私もさっきナオミがぶつからなかったら意識していなかったと思う。だからあの子が何をしているのかは私だけが目撃していた。追い詰められたような深刻な表情も。機械？爆弾だ。リュックの隙間から何か黒いものが覗く。カメラやパソコンではない。直感的には私はフィクションの世界だけでしか見たことのないものの姿を思い出した。爆薬って書いてあるね、ちゃんと。私が思わず口走ったのとほぼ同時であった。リュックの中から閃光が走る。え、爆？ナオミ！嘘だろ。その瞬間だった。車内に身の焼けるような熱がほとばしる。直後、鼓膜を破裂させるほどの轟音が響く。私はナオミに覆いかぶさりながら彼女を突き飛ばした。自分の体が衝撃と熱に押しのけられるのを感じた。それは文字通り体が焼けていく瞬間であった。炎の中に自分の意志だけが置き去りにされていた。すげえ、あれだけの爆発があったにもかかわらず電車が形をちゃんと保っとる。声が聞こえる。私に感覚はなかった。衝撃を受け痛みを感じ、体が焼かれていった記憶はあった。だがもうそのどれも感じなくなっていた。意識も朦朧としている。
や、きっとすでに私の意識は消えてしまっているのだろう。これは残り画のようなもの。炎に揺らぐこの世界の中で弾けては消えていく火の粉よりも儚いもの。先輩、先輩、リンカ先輩。薄れた視界も徐々に消えていく。落ち葉が風に吹かれている行くように私の意識もどこかへ飛んでいくのだろう。はっきりとしたその声が聞こえたことに安堵して、私の運命はこの時確かに終わりを迎えた。距離のない世界、君との約束を見つけるため。